販売機でのコーヒーの買い方をちょっと外国の人が見てたらと思って説明します。まずここから金を投入、コインですね。お札の場合はここ1000円札、そしてここはアップルペイとか、ここにこういういろいろペニーだとかそういった電子マネーが使えます。使えますよ。そしてお金を投入したら次はコーヒーを選びます。プッシュ。そうするとここにカップが降りてきて、この標識で出来上がります。ここにモニターがあるので、ここでもチェックできます。これね、作ってるコーヒーが見られます。今選んだのはキリマンジャロのブラック。他にもアイスカフェオレとかココアとかカフェモカ、カプチーノ、カフェラテとか、まあいろいろ種類があります。で、例えばこのコーヒーを選んだらブラックとかウィズシュガーとか砂糖、クリーム入りとかプッシュできます。ボタンを押せば追加できます。はい、もう出来上がりですね。ありがとうございました。